見てくれ骨格ミュージアム。これね、サーベルタイガーがあって、サーベルタイガーめっちゃ欲しかったんだけど、俺多分ね、見た感じこれサーベルタイガーじゃないんだよね。多分アウストラロピテクス。アウストラロピテクスもあったから、多分ね、それだと思うんだけど、でもね、まあわかんない。いや、でも絶対そうだろうな、これな。まあとりあえず開けようぜ。もうテープがね、すっごい、俺の握力で、俺の握力、ほら見てよ。テープごと、俺の握力で、テープごと、なかなかやるじゃねえか。なかなかやるじゃねえか、お前。おら、来たー。で、見てくれ。骨格ミュージアム、氷河期、ルーツ編。大迫力の超リアル骨格キット。やばいっしょ、これ。氷河期だぜ。氷河期ルーツ編。ザザーン。このね、サーベルタイガーがマジで欲しいんだよね、サーベルタイガー。サーベルタイガーと、あとね、マンモスも欲しいね。あと、シソチョウもいるわ。シソチョウ。シソチョウも欲しいね。アウストロピテクスも欲しいけど、まあ、サーベルタイガーが一番欲しいな。で、どれかちょっと見てみるかね。色はなんか2種類あるみたい。ノーマルとシルバーバージョン。うん。シソチョウに、マンモスに、アウストラロピテクス。で、サーベルタイガー。いや、サーベルタイガーいいな。マジかっけえぞ。つうことで、多分ね、アウストラロピテクスだと思うんだよな。これが見えたから、これアウストラロピテクス、マジすげえよ、これ。やべ、めっちゃ興奮してきた。骨だ。骨がたくさん入ってる。ちょっと待って、あげるか。あげちゃおうぜ。早速。この世のすべての骨に感謝を込めて。おお。これなんだ。これどこの部分だ、これ。ででん。ででん。ででん。アウストラロピテクスだった。マジか。あ、でもいいね。嬉しいわ。おっつ。おっつ。サーベルタイガー。マンモス。いいね。アウストラロピテクス。へぇ。なんか難しそうじゃない？組み立てんの。豆知識も書いてあるよ。全19パーツ。エンジン。猿に似た動物。そして、現在確認されている最古の動物。アウストラロピテクスは500万年前から150万年前に生息した人類の祖先で完全な直立二足歩行をし石器を使用したと考えられている。イケメンじゃねえか。シソチョウも欲しいんだけどね。まあ、とりあえず作ろうか。うん。まあ、こんなもん説明書見ないでも骨格マスターの俺にかかればこんなもんはね、楽勝っつうことで。多分こうだろ。うん。こうだろ。ちゃうこれもしかして。うえぇ。すげえな。すげえな、ボディ。で、多分、これはこうだろ、きっと。これこうでしょ、ほら。つか、でかい！意外にでかいぞ。意外に、え、マジ？こんなでかいのこれ。でもね、俺これが何かわかんねえんだよな。どうしよう。あ、これ台だわ。あ、スタンドか、これ。要するに。これが大腿骨じゃねえか。人間の骨の中で一番長い骨。あ、じゃあこれ向き違うな。多分こうか。こうでしょ、多分。合ってるよな。で、多分、左足はこれだから、こうでしょ。ちゃう？こうだよね。違うな。こっちか。こういうことになるんだ。つうことはこれ向き逆だった。ごめん。こうだわ。こうだ、こうだ。こうだね。おお、イケメン。見てくれ、このデカさ。やべえよ、すげえでけえ、これ。ベリアル様超えたわ。全然ベリアル様がでけえ。しかもクオリティやたら高いんだよね。でも、パーツがね、すげえ取れる。から、くっつけなきゃダメだ、これ。うん、くっつけないと、ポロ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 取れちゃうから、こっちつけたらこっち取れて、こっちつけたらこっち取れてして、やたら大変だった。でもすげえかっけえ、アウストラロピテクス。いいね。水にドブリンしたくなってきたな、こっち側に。チパカブラと一緒に。いいね、かっけえだ。ショータイムだ、ショータイムだ。いいね。ということで今回はね、アウストラロピテクスゲットで。いいぜ、これでけえかんな、マジで。すげえだけど、シャドウムーン。
いや、シャドウブンドがそれでもまだでかいけどね、シャドウブン。シャドウブンドがまだでかいけど、同じぐらいあるわ、こいつ。いいな。いや、でもな、サーベルタイガー欲しかったな。次な、次狙おう。次はこのね、サーベルタイガー。うん。サーベルタイガーがすげえ欲しい。19パーツ。うわ、シソチョやべえ。23パーツ一番多いわ。その次19パーツのこいつ、アウストラロ。で、その次は16、マンモス。で、15のサーベル。いいね、サーベル欲しいな。スミロドン。いいような、スミロドン。ということで、また次回ね。次回こそはこのサーベルタイガーでお会いしましょう。まあ、全部揃えたいけど、早くね、サーベルタイガー、一番欲しいのゲットしたい。うん。よっしゃー。ということで、アウストラロピテクスバイバイ。イケメン。いいね。早くサーベルタイガーゲットしてこよう。すげえ気に入ったこれ。超かっけー。